あ、そんな時はこれで。うまい。いいやつ使ってますね。おじさんつうどんを食う。シュウさん食いますね、結構。いただきます。ハルさんはもうネギだ、ネギダクダク、ほぼネギで。ハルさんまでって書いてたから、ああ持った。香川近いんでうどんうまいかなと思って。うん、うまい。美味しい。さぬきうどんのお店って書いてたから。これ食って勝ちましょうね。ちょもろいやん。摩擦で遊ばない。これでも遊べるよ。涼しいですよ、これで。ダーツ祭りでも遊べるよ。ブスじゃん。この角度ね、遊ばないようにね。サーヤいてよかったっすね。サーヤいなかったら多分売り物にしてない。サーヤがいるだけで一気に綺麗になるな。コンプレックス。さあコンプレックス岡山行きましょう。ああ、おじさんたちにこの暑さは厳しいんじゃない？なんかね、日差しが痛い。会場は冷えてるのか。あれさん大丈夫ですか？いや、まだなんとなく。さあ、今日は誰が優勝するかな。頑張りましょうね。センス。おはようございます。岡山どうですか今日は。あれなんか涼しそうじゃない、摩擦。あれ なんすかそれ。セイドさんからね、摩擦センス。ありがとうございますね。この絶妙な配置ですよ。おじさん2人とサーヤ。サーヤの可愛さで打ち消しに。ジョージもね、T シャツがねできたから、ジョージ T シャツ、はい、6月までに考えといてねって言ってたやつ昨日出てきたから完成。もう7月末だというなのでいいデザインになってると思うんで。やり取りを前すっごいから、はいはいはい、その時の心の折れ方がすごく考えすぎていろいろちょっと。まあダーツ祭りもね、2人とも忙しいと思うけど、しなればいいブースになるよ。ブースにもね顔出せたら来てくださいね。こういうの売ってるんで、はい、では今日は岡山優勝できるよう頑張ってください。頑張ります。 Can you speak Japanese greeting? ちょっと皆さんはじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。 Nice to meet you. How do you feel Pro Tour Japan? Oh, very excited. Exciting. Yeah. 頑張ろう。頑張る。あ、ガイアは。 Yes. Good luck. Thank you. Thank you. 買ってる？ぼちぼちでな。ぼちぼち。ぼちぼちでんな。ぼちぼちでんな。レモン食ってったからね、勝たないとね。暑いでんな。ぼちぼちでんな。暑さ対策大丈夫？顔赤いやね。今日は暑さ対策でメイクしないで来ました。あ、なるほど。顔が洗えます。はい。
いいの持ってますね、マリコさん。こちらは3人がプリントされたセンスですね。こちらダーツ祭りで3000円で売っておりますんで、はい、暑い時は無理せずすぐ買って仰いでください。みんなダーツ祭りいるかな。はい、ゆきはいるし、山井もエントリーしたね。マリコはエントリー漏れ。大丈夫、これから行けんの。はい、いい生地でしたよね、結構しっかり。壊れない、うん、紙じゃない、うん、それでも平気。まあ分かんない、それは分かんない。あんま多分下手なことはしない方がいいですけど、今日はみんなどうですか、岡山大会は。雪江は上からか。はい、上からです。上から。二人はちょっとマリコ今多分2-2でギリギリ。前は 4勝。おー強い。まあ雪江さん引かないように、はい、行かないように上目指してください。ガチガ対決したことないかも。入れ替えだよね、まあんまり。これがフリーみたいな VTR。 なかったことにした。はい、そうなったらカットする。じゃあみんな今日も頑張ってください。はい、はい、お願いします。さやさん、今日は岡山大会はどうです。地元の島根から結構近い方ですか。結構近い。車ですか。来ました、はい、電車車バス。あ、バスなんだ。でもまあ何時間。バスで2時間半。2時間半、はい、どうですか。じゃあもう地元みたいな知り合いも多いですか。今日はめっちゃ知り合い多くて、応援が多いですね。じゃあ応援もだし、ピーチカップにめっちゃ出てる、うん、あ、仲間たちが出てる。仲間たちが会場にあちこちにいるんで、めちゃめちゃなんか心強い。心強いですね。マーさんのファンエンタープライズの、はいはい、主催がね、はい、はい、わかりました。じゃあ今日は優勝を目指して頑張ってください。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。暑いっすか。大丈夫。めっちゃ暑いですよ。ちゃんと熱中症対策してます。してます。アミゴタオルもね、もうすぐ、あ、もうできた、もっとできた。あ、来ました、うん、今度使ってください。来週かわいいアミーゴタオルがあるんで、はい、このバラ柄、バラ柄ですよね。今年はね、今年はバラがテーマ。 T シャツもね、来週ちょっとまた出ます、出しますけど、はい、すっごいかわいいから、うん、夏祭りでまた買ってもらいたいと思います。ぜひお願いします。で、岡山今日はどうですか。夏はどうですか。いや、暑い、ね、暑い。体力の問題。もう暑くて、さっきまで、さっきも路面中に鼻血を出しまして、ちょっと上を向きながら夏を。よっぽどですね。熱に弱いです。じゃあ、体調気をつけてね、はい、熱中症対策して、この後も頑張ってください。頑張ります。はい、また来週。慎吾ちゃん、入れ替え戦じゃない。バカほど飲んでますよ。バカほど、やばないっすか。髪もなんかくくって、そう、ちょっとね、なんかあった時にすぐ切れるから、今んとこはこれでええか、これでええか、そう、これでええか。ね、久しぶり入れ替えなんだから、いや、ね、どれぐらいぶり。頑張りたいです。どれぐらいぶり。1年半ぶりぐらい。そんなに勝つしかないじゃん。ジャパンはない。今、ね、はい、ない。じゃあ、とりあえず準優勝を今年中にする。来年はじゃあ優勝2回する。その、なんか、組み立てを自分で目標設定して、そこからやろう。優勝の仕方教えてください。優勝の後で決勝やると思う。いいかもね。まだまだね。それいいね。結構、みくるさんが、こんなにあって。私、この辺で負けました。私今日ずっと良くなかったんですよ。こんなとりあえずここまで来れたのは別に。じゃあ今日調子悪かった中でここまで来れたことがで負けました。これが悪いことかって。私の中では別にいいことだから。自分しかないよ、こんなの。個人競技なんだから。周りの評価がうんぬんなし。周りの評価がこうやって後でついてくるの。まず自分で把握しないと自分のこと。こういう状況で負けました。自分はこういう状況ですごい打ったけど負けました。それが他
かったのか悪かったのか、自分は褒めてあげれるのかあげれないのかっていうのは自分が判断するじゃないですか。僕のコンチは結構最悪で来たもん。最悪の当たりじゃできた方で勝ったんだから、ね、はい、じゃあコンチが持ち直していけばワンチャンあるかもしれないっていうんだったら今すぐ連日やよし、そうだ、入れ替えだよ。みくりさんお疲れした。お疲れでした。私も今日はなんかあんまりやなかった。なんかずっと合わなかったんで。でもここまで来てよかった。合わない。急に入る合わないみたいな繰り返して、ここまで来れた。まあ、次また、来週ね。来週が。なので頑張りたいと思います。お疲れ様でした。お店の水漏れの修理代稼がないといけないから。長くない休み。やっぱその分の売り上げも稼がないといけない。頑張って。ちょっとどれ変えようかな、フライト。変えちゃおうかな。これ透明のにしようかな。ちょっと透明だから、はい、見えやすくなる。見えやすくなるのかなとやってみようかなみたいな。思ったより白かったな。スピーカーのケース見てください。本当だ、スピーカーのケースがダースケースになってます。あんまちょっと汚いに見せないんですけど。頑張ります。岡野翔が頑張るんで。岡野翔がね、岡野君、はい、3位ですよ。よかった、また3位。あと1個で決勝やったな。でも今日はいい感じだった。なんかみくるさんと話できて、ちゃんと覚えておかないといかんね。そう、でもこれを意識してずっとやってたんですけど、3位1回踏んでるんで、はい、悔しいっす、ね、やっぱ決勝行って、まず決勝行こう、ね、次のステップにね、うん、マジ悔しいですね。喜べん。まあでも来週あるから、そう気持ち切り替えて、うん、あ、良くなってきてるんで3連戦、はい、ちょっとね遠いけど福島もね、そうですね、福島あるんで、マジでリベンジしましょう。見ていただいている方頑張りますんで、数少ない他のファンもお願いします。本当に応援してくださいね、また、はい、じゃあまた来週、応援してください。はい、お疲れでした。流星もち決勝です。はい、ありがとうございます。初だね、決勝は。決勝ね、らしいね。流星はもう3勝してるけど、モッチは今シーズン初決勝ですね。やっとの思いでね。スランプを入りながらね。まだスランプ？いい感じになったの？内緒で。流星はもう連覇。連覇はしたことないですけど、まあ、連覇できるような、まあ、その気持ちでね、はい、うん、してないですけど、連覇できるような、うん、あんま対戦相手の前にあんまり行けない。これは連覇します。バチバチですか。まあ、楽しくみんなも巻き込んで楽しくできたらいいなって思ってます。モッチがふざけるかな。ノリと行けるとこ、ノリと行けるとこ、じゃ楽しい決勝にしてくださいね。ありがとうございます。はい、じゃあまた後ほど。はい、お疲れです。初優勝、今シーズン初優勝ね。やっと初優勝できました、まあ、うん、何大会ぶりかな、16、はい、神奈川以来か。神奈川以来の、またセパでした。セパに強いかな、はい、セパで体思いっきり動きながらいいですよ。動いてたね。もう何あれ、無理です、無理リップスじゃん。いや、あれが無理くりやってなかった。入れ、入れって。まあ、あの母ちゃんにこれで iPhone15 買ってあげる。買ったの買って追い込みました。ああ、買ったことで先に買って追い込んで。あ、じゃあもう取り返したじゃん。はい。自分の分は。自分も買おうと思います。2つ、はい。ありがとうございます。ああ、よかった。かよこに iPhone15。お母さんのかよこちゃん。iPhone15 キャンペーンやってました、今日は。はい、じゃあ、まあすぐまた来週福島。福島、うん、はいはい、今度上ですね。上ですね。そうですよね。うん、かよこ来る、かよこ。こっち来てこうだです。そうです。ワンちゃん来るんじゃないですか。ワンちゃん来る。ワンちゃん、ワンちゃんですけど。うん、
だし、まあ、シンガポールも行く？シンガポール行こうと思って、全部行こうと思って。じゃあもう毎週試合だね。はい、毎週試合で休みもなく頑張りたいと思いますので、うん、皆さんこれからもサッカーもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。バイバイ。ジャパン岡山優勝、酒井元部プロでした。バイマック、ありがとう。バイマック食べようね今日はよく眠れるんじゃん